にちは。マンハッタンポーティッシュ TV をご覧いただきましてありがとうございます。立川店の木澤です。田中です。今回は2月10日に発売した新作のご紹介をしております。それがこちら、420デニールコージュレイトシリーズです。イエーイ。マンハッタンポーティッシュは通常1000デニールのコージュラナイロンを使用しておりますが、今回は420デニールナイロンを対応したことにより、より一層軽く使いやすいデザインとなっております。今回はバックパック3色とポーチ3色の展開となっております。それでは早速素材や容量感などを見ていきましょう。軽量でデイリーに使いやすい420デニールのナイロン生地を採用したため、軽やかかつシンプルなデザインとなっております。休日はもちろん通勤通学にもしっかり対応できる機能を備えたスマートな一品です。ミリタリーなカラー展開なので存在感がありながらもコーディネートが組みやすくなっています。メイン収納スペースに加え、小物類の仕分けにぴったりなフロント収納部を備えた2層仕立てのボディとなっております。フロントにはマチ付きのジッパーポケット、両サイドにはオープンポケットが配備されております。収納力はメインに iPad や15インチ PC、A4 ファイル、軽めのアウター、タンブラー、ペンケースやポーチを収納でき、メインポケット前には B5 ノートやメモ帳などが収納可能です。フロントのマチ付きポケットへは財布や携帯が収納でき、サイドポケットへはペットボトルや折りたたみ傘が収納可能なスペースが設けられております。それではこちらのバッグを持って外に出かけましょう。マンハッタンポーテージらしいブラックですが、通常より薄い生地のため1000デニールコージュラとはまた違った印象になります。ジャケットに合わせても重たい見た目にはならず、軽やかな印象になるので季節を問わずお使いいただけますね。シンプルな見た目なので男性だけでなく女性も使いやすいアイテムとなっております。またシャツコーデのみならず、このようなカジュアルコーデにも合わせやすいです。今回はデニムに合わせましたが、ロングスカートやカーゴパンツでも可愛らしくなっておすすめです。光沢感があるバッグのためシャツコーデにも合うものとなっております。こちらのコヨーテブラウンは定番にはあまりない色味となっており、挑戦しやすいカラーリングです。モノトーンの服に差し色としても使えますし、このようにパンツと同系色で合わせても可愛く使えると思います。先ほどのバックパック同様、420デニールのナイロン生地を使用しており、スカイラインのキャッチーなプリントが目を引くマルチポーチ、ペンケースやコスメポーチ、仕事周りで使う小物をまとめるポーチとしても最適です。カラーリングも豊富ですので、プレゼントにも喜ばれます。横幅20センチという点を活用し、少し縦長のものを入れてみましたが、余裕を持って入れることができました。その他これだけ入れても型崩れせず、まだ余裕がある状態で収めることができました。中に仕切りがないため少し大きなものも入れやすくなっています。今回はメイクポーチとして活用しましたが、スマホや PC に必要なアイテム入れやペンケースとしてお使いいただくことも可能です。はい、皆さんいかがでしたか。デザイン機能性抜群の新作、店頭ホームページにてぜひチェックしてみてください。ホームページには他スタッフのスタイリングもございますので、ぜひ参考にしてみてください。それではまたマンハッタンポーテージTVでお会いしましょう。